あえー、ただいまご紹介に預かりました伊藤と申します今日はまあ朝からいろいろな HTML5 のお話あったかと思うんですがこのセッションではちょっと趣向を変えてセレニウムというブラウザのテストツールについてお話をしたいと思います今日はよろしくお願いしますえまあちょっと今日はエンタープライズ系のカンファレンスということで まあ久しぶりにスーツを着てみたんですがまあ意外とちょっとカジュアルだったのでまあ気軽に着たいと思います、えー、まずまあ自己紹介ですけれどもえ私伊藤希と申しましてセレニウムのユーザー界である日本のセレニウムユーザーコミュニティというコミュニティを主催しておりますでまあこれについては最後の方でご説明したいと思いますでそれからまあえコミュニティ活動としましては テスト自動化研究会という方のコミュニティにも参加しております。でまあ、お仕事の方は株式会社トライデントという、まあ、これもテスト自動化の支援を行うベンチャーをやっていまして、まあ、講師ともに自動テストばっかりやっております。でブログの方もありまして、まあ、これもセレニウムに関するブログです、はい。じゃあ今日はどんなことをお話しするかと言いますと、まあ、まずは、えー、ビジネスにおいてテストを自動化することにどういった意味があるのかというところ。 それからまあセレニウムとま関連するツールについて実際に使い方などご紹介いたします。で最後にこのようなツールを使った自動化を成功させるためにはどうしたらいいのかということについてお話していきたいと思います。ちなみにこの中でセレニウムってご存知の方ってどれくらいいらっしゃいますかああたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。ちなみに使ったことあるという方はどれくらいいらっしゃいますかああ結構たくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。 思っていたより知名度上がってきてるのかなという感じで大変嬉しいですじゃあ早速本題に進めていきたいと思いますまずテストを自動化することがなぜ必要なのかビジネスにとってどういった意味があるのかということです近年のビジネスのトレンドとしましてはさまざまなトレンドがあると思うのですがまあその一つに変化のスピードが非常に速くなっているということが挙げられるかと思います まあ実際にこれらのトレンドを象徴するようなキーワードとしましては、アジャイル・リーン・スタートアップ、あとはまあこれはちょっと新しいかなと思うんですが、デブオプスというようなキーワードがありまして、いずれのキーワードもまあ従来のように時間をかけて、しっかりと準備をしてからまあ製品を市場に投入するというよりも、プロトタイプでもいいので、できるかえ最小限のものを作って、それを市場に投入して、それでユーザーのフィードバックを見ながら継続的に改善していこう。 というようよなトレンドでありますさてこのような、まあ、変化の時代において Web システムはどうあるべきかというところですが、まあ、変化にいち早く対応するためにはやはりシステムの方も素早く改善したいとそしてまあユーザーのフィードバックに合わせて絶えず改善し続けたいということが挙げられますこれは社内の業務システムとかでもやっぱりビジネスの状況において絶えず改善したい素早く改善したいというようなことはあるのではないかと思います このようなシステムが実現できれば競合に比べて非常に競争優位に立てるのではないかと考えます。そして、まあ、このような中でテストはどうあるべきかというところですが素早く絶えずシステムを改善し続けるということをするとやはりまあ手動でテストを行っていると、まあ、そのスピード感についていけなくなるんですね。 そこでまあ自動テストというところがクローズアップされてきまして、手動でテストを実行するよりも非常に短い時間で実行することができる、それから少ないコストで何度でも実行することができるというところで、スピードと品質を両立したいというところで非常にまあえまあ良い選択肢なのではないかと考えています。これがまあビジネスにおけるまテスト自動化が重要であるという位置づけではないかと思います。 でこの自動テスト、いろいろな種類があるのですが、いずれもまあえ人間の手を介してテストをするのではなく、テストプログラムを書いてテストを行うというようなものです。具体的に今日取り上げるのは2種類で、まずユニットテスト。これはまあ関数やクラスのテストを自動化するというものです。G ユニットですとか PHP ユニットなどのまあ有名なフレームワークがいくつかあります。それから総合テスト。として こちら画面テストという、画面テストツールというツールがありまして、これは画面からのテスト、クリックですとか、画面への値入力の操作などを自動化することができます。これで、まあ、セレニウムというのはこの分野で非常に有名なツールです。で、まあ、二つのテスト、ごく簡単に見ていきますが、まずユニットテストっていうのは非常に、非常にシンプルに書くとこういう感じですね。テストしたい、まあ、アドというプログラムがあったときに、 それに1と1を与えるとちゃんと2が返ってくることをチェックするプログラムがこちらですね。まあ、あんまり間違える人はいないと思いますけど、まあ、アドメソッドの実装を変更して3が返ってくるというようなことになった場合には、エラーになって検出できるというようなものです。まあ、こういったプログラムをたくさん書いていく。これがユニットテストです。で次にまあ画面テストというのは、例えばこういったスクリプトが例ですが、 これはブラウザの画面を操作するセレニウムのスクリプトの例ですね。えー、Google のページに移動しまして、h t m l 5カンファレンスという検索キーワードを入力しまして、ボタンを押して、検索結果にタイトル、検索結果、タイトルが検索結果となっていることをチェックするというようなスクリプトです。まあ、こういったスクリプトを書くことで、ブラウザの操作を自動化することができます。はい。では、そのセレニウムについて。 ここからはご説明していきたいと思います。はい、セレニウムというのはえ、まあ、ご紹介にもありました通り、オープンソースのブラウザの画面のテストツールです。え仕組みとしましては、まあ、クライアント端末にセレニウムをインストールします。でクライアント端末上でセレニウムを実行しますとえ、セレニウムがクライアント端末上のブラウザを起動して操作して、まあ、そのブラウザが、まあ、サーバーと通信を行って、 まあウェブページを持ってくると。で、その結果をセレニウムでまたチェックするというような構造になっております。え次に、このセレニウムの特徴を3つ挙げますが、まず1つ目は、クロスブラウザであることです。一度スクリプトを書けば、インターネットエクスプローラー、Chrome、f i r e ッ o x サハリ、さまざまなブラウザ上で同じ操作を繰り返し実現することができます。これは手動でクロスブラウザテストを行う場合と比べて大きなメリットであると思います。 次、2番目の特徴としましては、マルチプラットフォーム、様々な OS やデバイスから使えるということが挙げられます。デスクトップで言えば、Windows や Mac の PC から実行することができます。さらに、近年は非常にセレニウムにおいても重要な課題になっているモバイルですが、モバイルの方も iOS や Android などから Web サーバーに対してテストを行うことができます。 そして3つ目、最後の特徴ですが、これ、マルチプログラミング言語。テストスクリプトは、先ほどの例は Java の例でしたが、それ以外にも Ruby ですとか PHP など、さまざまな言語でスクリプトを書くことができます。さらに、これはブラウザを操作して、このようなスクリプトを生成するということもできます。この3つの特徴と、あとブラウザの操作を記録して再生するというツールがあることにより、それにウは他のブラウザ の自動テストツールと比べても非常に人気のあるフレームワークになっているのではないかと思います。はい、でセレニウムについてもう少し簡単に歴史など見ていきますが、誕生したのは2004年で、今は、まあ、ブラウザテストの世界標準と言ってもよいのではないかと思います。W3C というのは HTML などの標準化を行っている団体ですが、 そこでワーキングドラフトというものになって標準化も実際に始まっています。また、c h r o m e u m Opera などについては、既にブラウザ開発チームがセレニウムのロジックをメンテナンスしておりまして、ブラウザの中にセレニウムのコードが埋め込まれています。で現在、Firefox の文字欄についても、すでにそう、ブラウザの中に埋め込もうというふうに動きが出ておりまして、まあ、あとは IE がそうなってくれれば、本当にまあ標準になるんじゃないかと思います。 トレンドとしましても、順調に伸びてきておりまして、これは indeed.com という求人サイトで、セレニウムというキーワードで求人を検索すると出てくるそうですが、セレニウムが登場した2004年から数年後から、少しずつ着実に求人が伸びている様子が分かります。このように確実に利用者上増加してきているのかなと思います。 でまあ、このセレニウム、まあ、いくつか種類があるのですが、き、まあ、今日取り上げるのは、その中で最もよく使われている、セレニウム Web ウドライバーとセレニウム ID の2つですね。セレニウム Web ウドライバーというのは、プログラミング言語の、先ほどお見せしたプログラミング言語のコードを書いてテストを実行できるものです。でセレニウム ID というのが、ブラウザの操作の記録と再生ができる Firefox プラグイン。 この2つが、まあ、セレニウムユーザーにとって一番メジャーに使われているものになります。ではまずセレニウムウェブドライバーについてご紹介していきたいと思います。ちょっと失礼します。まずセレニウムウェブドライバーですが。 こちらはプログラミング言語からブラウザの操作をできるというものになります。まあ、Java でスクリプトをこれ例として挙げてますが、Google にアクセスして ID がサーチの様子を探してきて、それに対して HTML5 カ,カンファレンスというキーワードを入力している、その後、まあきっと検索ボタンをクリックしているというようなスクリプトです。まあ、同じようなスクリプトを Ruby で書くと以下のようになりますし、それ以外のいろいろな言語でも書くことができます。 ので早速、実際にブラウザが動いている様子を簡単にデモしたいと思います。デモにトラブルはつきものですので動画でやることにしますが <laughs> はいえっとまあこのように。 これ、e、Eclipse の Java の開発のする ID として使われる Eclipse の画面にセレニウムのスクリプトがたくさん書いてある様子ですね。これを実際に実行しているところですが、これは、えっと、ユニットテストフレームワークの JUnit のフレームワークと組み合わせまして JUnit からセレニウムを呼び出しています。これ非常によく使われる一般的なやり方です。実行しますと、しばらく待ちますとブラウザが起動します。Chrome ですね。 はい、でこれで本日のカンファレンスのページを読み込みましてもうセレニウムだけチェックして、はい、今、入力しています。まあ、このように、えー、っと今、マウスが動いてないんですが年齢ですとか企業構成ですとかそういった項目が自動で入力されていきます。ちょっと微妙に個人情報がバレているんですけども で、まあ、今回、テストが成功したので、まあ、バーが緑になるという感じです。まあ、このようにして、まあ、ブラウザの操作が自動で行われるというところが分かっご覧いただけたかと思います。セレニウム Web ドライバー,、えー、使い慣れた言語でスクリプトを書くと、どういったいいことがあるかと言いますと、ま,あ、まず、if 文ですとか、for 文ですとか変数が使えるので、非常にまあ柔軟な制御を行うことができます。 あとはまあ共通化の手法を使えるので、メンテナンスコストが削減できる。これが非常に大きいかと思います。セレニウム ID を使うとなかなか共通化は難しく、やはり画面が変わった時に、プログラムの修正量が、テストの修正量が非常に多くなってしまいますので、その点、セレニウム Web ウドライバーを使うと非常にいいことがあるというところで、プログラマーに非常に人気があります。セレニウム Web ウドライバーの じゃあ詳細な使い方についてちょっとだけ見ていきたいと思いますがま,あまずは操作対象の要素をどのように指定するかですがまあ先ほどのデモプログラムでは ID やネームで要素を特定しておりましたがその他にもいろいろな方法がありまして例えばリンクのテキストで持って要素を探してくるそれからまあウェブ開発者の方ですと CSS セレクターで 要素を探してくるというようなやり方も非常に親しみのある方法かと思います。それからまあ本当に ID もネームもない要素っていうのはまあウェブの世界ですと残念ながら割とたくさんありますのでまあそういった要素に関してはまあインプットの下の自分の下のさらにその下のという感じでまあ操作する要素を指定しています。あ,あと画面の操作をするだけではなくてやはりまあ表示された値がどのように 表示されているかということをチェックしたいというニーズは非常にたくさんありますのでまこのデモですとまあ画面に表示されている合計金額が100円であるということをチェックするスクリプトですまこのようなスクリプトを書くことでチェックを行うことができますテキスト以外にもチェックボックスの表示選択状態ですとか要素の表示・非表示などまいろいろな情報をチェックすることができます まあその他に、機能については、まあ、はごく簡単にご説明するにとどめますが、まあ、例えば、待ち処理、これは、まあ、a ャ a クスの非常期処理などを行う場合に、画面の、まあ、情報が読み込まれる前にボタンを押したりしてしまうと、まあ、期待した通りの動作にならなくなってしまうので、まあ、きちんとボタン、読み込みが完了すれば、我々、待ち処理を行うなどの処理が必要になります。 それから、エラーの原因の調査をするのにスクリーンショットを撮ったりすることもできます。あとは、ブラウザテストというのはやっぱり時間かかってきますので、たくさんの端末を利用して並列に実行することで、えー、テスト時間の短縮を図るセレニウムグリッドというツールもあります。はい。まあ、以上がセレニウムウェブドライバーの概要です。じゃあ次にもう一つのセレニウム ID についてご説明したいと思います。 えこちらも簡単ですが、s e l e n i u m ID は、これはブラウザの操作を記録して、まあ、それをスクリプトにして再生まで行えるという Firefox のプラグインです。ですので、記録再生は基本的には Firefox で行うことになります。s e l e n i u m ID の活用方法、まあ、大きく分けて2通りあります。まあ、1つはまあ操作を記録して、そ,それをもとに s e l e n i u m Web Driver のスクリプトを生成する方法です。これ えスクリプトを作るのは、やっぱり ID を調べたり、ネームを調べたりとか結構大変ですので、ID を使うことで非常に簡単に行うことができます。もう一つの活用方法ですが、Java などのスクリプトには変換せずに、s e ニウ n i u m i d の画面でずっとスクリプトを管理し続けるというような方法もあります。ちょっと見にくいかもしれませんが、このように表形式で比較的分かりやすい形で、 えーまあ、セレニウムスクリプトを扱いますので、プログラマーでなくてもメンテナンスしやすいというような特徴があります。というわけで、まあ、セレニウム ID はプログラマーじゃないテストチームの方に非常に、まあ、広く使われております。はい、じゃあセレニウム ID の方も簡単ですが、ちょっとデモしたいと思います。こちらも動画で。 小さくしていますが、これがセレニウム ID の画面ですね。そんな立派な見た目ではないですが、ここに先ほどと全く同じスクリプトがありまして、再生を行います。再生を行うと、実行されたスクリプトの行が1行ずつ緑色に変わっていきます。同じようにまあログインしまして、実行すると、 右側の画面で少しずつ現在の選択量が進んでいるのが分かるかと思います。こういった感じです。途中で失敗しますと、この緑色が赤くなったりします。 まあ以上簡単ですが、セレニウム ID とセレニウムウェブドライバーについてまあデモしました。はい。じゃあまあ、えっとまあ、概要としてはこれぐらいなのですが、セレニウムに関連するトピックがまあいくつかありますので、基本的にオープンソースでちょっといくつかご紹介したいと思います。まず一つはまあモバイルテスト。今やブラウザ,ラウザへのアクセスのまあ半分近くか半分以上かが もはやスマートフォンからのアクセスと言われていまして、まあ、セレニウムプロジェクトでも次期バージョンでは非常にモバイルの方に力を入れておりますでそのモバイルの状況ですがまずセレニウムのプロジェクトでは公式のドライバーとしまして iPhone ドライバー、Android ドライバーという2つのライブラリーがありましたでセレニウムプロジェクト外のドライバーがいくつかあって実はなんかこっちの方が使い勝手がいいというような状況になっておりましてでその結果最近何が起きたかというと まあこっちのサポートをやめて、もうコミュニティとしてサードパーティー性を推奨しようというような話になりました。で、じゃあもうモバイルはやめちゃうのかと言いますとそういうことでもなくてですね、セレニウムの次期バージョン、いつ出るのかと言われているんですが、この中で3つあるサードパーティー性のドライバーをの使用を完全に統合して、モバイルのセレニウムの共通の API として、使用策定をしていこう。 で使,用策定使用をセレニウムプロジェクトの方で決めて、その実装の方はサードパーティーに任せようというような、え標準化と実際にサードパーティーが実装するというような方向性で今のところ進んでおります。はい、じゃこのサードパーティー製ツールでいくつかある中で、まあ、一番今あ、日本では熱いのではないかと思われるアピウムについて、ちょっとご紹介します。 こちらのアピ u ムですが、基本的にはセレニウムとほぼ同じような、先ほどのスクリプトのようなコマンド体系で、スクリプトを書くことができます。iOS と Android のテストを行うことができます。そしてこれが非常にまあ興味深いのですが、ブラウザに加えブラウザアプリに加えて、ハイブリッドアプリとネイティブアプリについても、セレニウムと同じようなコマンド体系で操作をすることができます。 サードパーティー製のツールがえセレニンプロジェクト本体のよりも人気が出たというところに一つ,つにまあネイティブアプリの操作ができるというのはあったんじゃないかと思いますネイティブで、まあ、あとエミュレーターと実機でも実行できます、まあ、こういったところで非常に今注目されているツールではないかと思いますでまあ実際に使ってみるとまだまだ改善の余地もあり、まあ、日々たくさんコミットされているので改善中 まあ発展中なのかなという感じもいたします。それから次に、HTML5 カンファレンスということで、ちょっとこちらについても調査してきました。主に重要になってくるのは画面テストに関係するところなのかと思いますま。インプットのカレンダーだったり、色入力、ダイアログ、スライドバーなどの新しいタイプが出てきたり、 あとは、ウェブストレージの情報をどうやってチェックするですとか、ビデオキャンパスドラッグアンドロップなどなどあるわけですが、この対応状況がどうなっているかといいますと、これに特化して新しいコードがセレニウムのプロジェクトでなんか実装されているということは今のところなくて、大体キー入力のコマンドですとか、あとは JavaScript の関数呼び出してまあなんとかしのいでいるという感じではあります。 まあ例えば Web ストレージのデータでしたら JavaScript の関数を読んでデータを取り出してそれでデータの中身をチェックするですとかそういったところでしのいでいますがまあキャンパスの今どこにどんな要素があるという情報は JavaScript ではあまりうまく取れないと私はまあ思っているんですがのでまあそういったところについてはどうしようかというのは今後の課題ではあります でまあ例えばまあクッキーなんかで言いますと、ブラウザに保存されている現在のクッキーの値を取り出すなどの専用のコマンドがえまあセレニウムで用意されていますので、ウェブストレージの情報ですとか、そういったところについても、今後は専用のコマンドが用意される可能性はあるのではないかと思っていますま。JavaScript 呼び出し、あんまりきれいではないし、読みにくいので、そうあってほしいなと思っています。 あとは、まあ、HTML5 がブラウザごとに対応状況ばらばらなように、まあ、こちらにセレニウムについてもやっぱりブラウザごとにばらつきがありまして、っていうような状況であります。じゃあ、あとは、まあ、セレニウムと同時によく利用されるツールについてどういったものがあるかも簡単に見ていきます。セ、まあ、レニウムを使っていると、まあ、いろんな要望があるんですが、そういったものは テレニウム以外のオープンソースのテストツールなどを使って補うことができます。例えば、データベースのチェックをしたいということですと、ユニットテストの拡張フレームワークである DB ユニットというものが使えます。それから、テストデータのパターンがたくさんあるので、Excel からテストデータを読み込みたい。これも非常にたくさんのお客様がまあおっしゃる要望なんですが、これについては、例えば J ユニットについているそういった機能がありまして、 この機能を使うことで、Excel からパラメータを読んで、順番にテストを実行していくということができます。で、それから、まあ、テストをスケジュール実行したいですとか、あとは、まあ、結果をもっと集計して、過去の履歴とかも見たいということですと、Jenkins というツールを使うことができます。Jenkins は、まあ、テストだけではなく、コンパイルですとか、サーバーへのデプロイえなども自動化できるまあツールでして、まあ、正直、セレニウムより多分有名ですね。 うううういいものを使うというような方法がありますであとはまあその他のトピックとしましては、まあ、セレニウムのスクリプトを書くのがめんどくさいよというところですと、まあ、カピバラですとかジェブなどのまあラッピングしたツールがありましてこういったツールを使うともっとセレニウムのスクリプトを見やすく、えー、まあ簡単に書くことができますカピバラなんかは Ruby でセレニウム使っているかなりの人が使っているんじゃないかと思いますね で、それから、まあ、えっ、ー、と、画面描画を行わないブラウザで、ファントム JS というのがありまして、まあ、これ一体何のために使うかと言いますと、画面描画を行わないことによって、その分テストが高速に行えるんですね。で、ファントム JS の、ま、実際の中身のエンジンは WebKit といって、まあ、Chrome や App、Safari と、ま、大体同じですので、まあ、およその動作は、このファントム JS で見ることができます。 これもここ数年で結構私の周りでも使っている方増えてきたなという印象です。でこれまあ最後に、えー、っと、これはちょっと有料のサービスなんですけど、まあ、クラウドのセレニウム実行環境を提供しているサービスというものもありまして、えまあ、セレニウムのテストですと、一時的にたくさんのマシンを消費しますので、そういったものにはまあクラウドの環境が最適なんじゃないかというところで、まあ、いくつかサービスをご紹介します。 まあソースラーブズというのは今、セレニウムの作,作者の方が c t を務めている会社で、なんか資金調達とかもし,たしているようです、すでに。ベンチャーキャピタルかどこかから。あと、テスティングボットという似たようなサービスもあります。あと、たくさんのモバイル端末で、特に Android なんかで動作を見たいということですと、日本のシロッコクラウドというサービスがありまして、こちらではモバイルの端末のテストなんかを重点的に。 サポートしています、まあ、こういったツールがいろいろ挙げられます、はいまあ、ツールもっとたくさんあったんですがちょっとまあそれを全部紹介しますと45分に収まりきらないのでだいぶまあ省略して今日は説明させていただきましたじゃあ最後に、まあ、このセレニウムを使ったテストの自動化を成功させるためには一体どうすればいいのかというところに、まあ、ノウハウ的なことについてちょっとだけ説明します えこれ私が勝手に作ったんですが、テスト自動化マネージメント3つの誤解。結構テスト自動化をしようとすると、マネージャーの方とかから非常になどから割と言われる誤解がありまして、まずまあ自動化したんだからもうテストのコストはかからないじゃないか。これ非常に言われて割と困ってしまいます。2つ目、テストは全部セレニウムで自動化すればいいじゃないか。 まあ、テストケースを見ると全部セレニウムで自動化できそうに見えてしまうので、まあ、そういったことを言われることが非常に多いです。え3つ目え、記録機能があるんだから誰でも作れると簡単に作れるじゃないか。まあ、意外とそうでもないんですね。というような3つの誤解があります。えまあ、まず1番目の誤解、どういうことかと言いますと、 え、ま、自動化すればテストのコストが、ま、かからなくなるかというと、実際にそういうわけでもなくてですね。やっぱり作るときには、ま、コストがかかりますし、ま、作った後も、ま、例えばテストがエラーで落ちたらその原因を調べるですとか、あとは、ま、テスト対象のウェブサイトの、え、HTML の構造が変わったら、作ったテストの方もメンテナンスしなければいけないなど、ま、作った後も継続的にコストがかかってしまいます。ですので、やっぱりま、担当の、 専業でやる人がいて、まあ、きちんとメンテナンスしていくという方が、まあ、自動化はうまくいきやすいですでそれから2番目の誤解ですが、まあ、全てのテストをセレニウムで自動化すればいいじゃないかというようなことを言われることがありますが、まあ、画面テストのというのはユニットテストと比べて実は非常にメンテナンスする手間がかかるんですね、まあ、画面というのはやっぱり変更されやすいですし あとはまあネットワークの状況などの影響でテストが失敗するということは多いので基本的にはまあユニットテストでできるだけカバーするというのがまあベストプラクティスであると言われております、まあ、しかしまあ実際のところいろいろな事情でユニットテストが書けない場合もあります、まあ、やっぱり一番多いのはえっとまあプログラムを書けない人がテストをしているのでまあユニットテストじゃなくてやはり画面テスト セレニウム ID などを使って記録再生をしたいというようなことが多いです。まあ、そういった場合はユニットテストはなかなか難しいです。あとはまあ品質に問題があって何とかしたいっていう場合ですと、まあ、やっぱりソースコードの方もあまり品質が良くないことが多くてですね。で、まあ、きちんと分離設計をしていないとユニットテストというのは非常に難しいので、そういった場合に、そういった場合にはこのプログラムそもそもユニットテストできないじゃないかというような状況になりまして、まあ、セレニウムでやるしかないなみたいな。 ことはまあ,ありますしかしまあそういった場合でもいきなり全部自動化するのではなくてまずは試しにいくつかのテストスクリプトを自動化してみて、まあ、それを流してみてメンテできこれならメンテナンスできそうだなということで少しずつスクリプトの量を増やしていくというのことの方がまあ成功しやすいと思いますえ3つ目次,次3つ目の誤解ですね 記録機能で誰でも簡単にスクリプトが作れると。今日、記録のところをお見せしなかったんですが、記録は実はなかなか難しいです。最近はまあセレニウム ID も割と品質良くなってきまして、記録してとりあえず再生したら大体まあうまくいくことはあるんですが、やっぱりそれだけでは安定したスクリプトができないというのがありまして、まずまあ画面変更に強いスクリプトを作るには、やっぱりこう、 えー、x パスで記録するんじゃなくて、ちゃんと ID で記録するように変えるですとか、スクリプトを修正することが必要になります。あと、データベースに誰かが間違ってデータを一行入れただけでテストが落ちるとかいうことになりますと、まあ、やっぱりスクリプトが非常に不安定になりまして、まあ、不安定なスクリプトだとどうなるかと、非常にまあ不具合でもないのに、まあ、週1回とかそういった頻度で頻繁に失敗するんですね。そういったことが何回も続きますと、 まあやがてまあそのテストが失敗してもまあどうせ不具合じゃないんだろうとまあ狼少年のように誰にも相手にされなくなるというような問題がありましてやはりまあ自動テストスクリプトを作るにはそれなりのスキルが必要になるというわけですでまあ何のためにじゃあテスト自動化をするかということですまあそんなに苦労してまでもまあ何のために自動化するかというところですが まコスト削減のためですとか、あとはまあデグレードをなくすため、いろいろな理由があると思うんですね。しかし、やはり一番メリットとして大きいのは、最初に取り上げた、素早く絶えずソフトウェアを改善し続けるためではないかと思いますま。例えば、Google なんかは、最近 Google のテストのやり方について書いた本というのが、最近というかちょっと前にあったんですが、そこでは Google がいかにテストを自動化して、ま、あ 素早く絶えずソフトウェアを改善し続けているかということが書いてあります、まあ、そういったウェブ企業は、まあ、やはり何のためどういったまあモチベーションでテストを自動化してきているかというとやはりこうスピードと品質を両立し続けなければいけないというまあところでまあ出した最良の答えというのがやっぱりテスト自動化だったんじゃないかなと思います、はい、でこれもちょっと私が勝手に名付けているのですが コスト削減ですとか、デグレードをなくすための自動化というのを守りの自動化としますと、こうやって素早く絶えずソフトウェアを改善し続けて、まあ、競合に対して優位に立つ、これは攻めの自動化と言えるのではないかと思います。まあ、そういった、まあ、攻めの自動化というのが、まあ、だんだん、まあ、世間的にもメジャーになりつつあるのではないかと考えております。じゃあ、いろいろちょっと長くなりましたが、 えまあ、最後にちょっとセレニウムコミュニティのご紹介をまだしていなかったのでしたいと思います。ちょっと思いのほか時間がありそうですが。えセレニウムユーザーコミュニティ、まあ、できたのは、まあ、2007年の7月ですね、えー。すみません、2013年の7月ですね。はいまあ、結構セレニウムを使っているユーザーたくさんいたんですが、それまでコミュニティはずっとないという状態が続いてまして、 で7月に設立してメンバーはすぐに100名ほどになりましたでその後、まあ、今年の1月に勉強会をやりまして、まあ、そこではセレニウムの作者のジェイソン・ハギンズさんという人が、まあ、勉強会のためにわざわざ日本に来てくれまして、まあ、そこでま,あまたメンバーもたくさん増えて今は250人ほどになっております、はい、で、まあ、こちらに、まあえー、っとコミュニティのウェブサイトの URL 書いてありますが、ウェブサイトには、まあ、翻訳記事ですとか、オンラインフォーラムですとか、あとは、まあ、この間行った勉強会の資料ですとか、えまあ、デブサミでもブースを出してましたので、その模様とかを取り上げております。でまあ、コミュニティが一体何ができるのかと言いますと、やはり一つ大きいのは、えー、困ったときに質問できる場所があるということではないかと思います。でオンラインフォーラムは、まあ、ウェブの掲示板のような形式で、まあ、今日、 今日もなんか質問とかが結構投稿されたりしていますが、セレニウムってやっぱりいろいろなプラットフォームでいろいろな言語で動かしているので、やっぱりうまあくいかないというトラブルもあったりしまして、そういった時きに、これまではまあ周りに聞いても誰もわからないとか、そういった状況が非常に長く続いておりましたので、そういった時に質問できる場所として、オンラインフォーラムを作れば、セレニウムの普及に貢献できるのではないかと。 考えてフォーラムを作りましたそれからもう一つはまあ最新情報やさまざまなノウハウをやはりまあ集めたいというところがありましてまあ翻訳記事なんかはまあアメリカのセレ,ニウムセレニウム本家のブログの記事を翻訳して持ってきたものです。まあ、これで今まであんまりセレニウムの情報っていうのはだいぶ遅れてしか日本に入ってこなかったんですがこれによって結構日本でも多くの人がタイムリーに知ることができるようになったかと思います。 であとはまあ勉強会の資料があっていろいろなユーザーがこうやって効率化しているよとかこんなツールを使っているよとかそういったノウハウがたくさんありますので、まあ、そういったノウハウが増えていけば、まあ、どんどんセレニウム使いやすくなるのではないかと思いまして、まあ、このようなコミュニティ活動をしておりますで最後に、えー、今日のメッセージですが今日の、ま、メッセージをまとめますと ま,まずは変化にいち早く対応するために、素早く改善したい。もう一つは絶えず改善していきたいということが2つあります。で、まあ、いち早く対応するために、まあ、絶えず素早く改善していきますと、やっぱり品質が問題になりますので、そこはテストの自動化で担保していきたい,のい,きたいと。はい。で、まあ、ぜひセレニウムや、あとは J イニットなどのユニットテストツールを使って、まあ、テストの自動化を進めてもらえればと思います。 で、そうして、まあ、スピードと品質を両立して競争に勝つソフトウェアが作れれば、まあ、非常にいいんじゃないかと思います。まあ、自動化って言いますと、やっぱり非常にコ,コストがかかりそうなイメージがありますが、まあ、まずはいきなり大規模にやる必要もなくてですね、まあ、最初にパイロットプロジェクトなどを作って、まあ、そこで、まあ、小さく、まあ、いくつかのスクリプトを書いてテストを自動化してみて、それで、まあ、成果が出れば、どんどん増やしていくというような、 まずは試しにちょっとやってみるという手法でやればいいんじゃないかと思います。というわけで、まあ、よかったらぜひセレニウム使ってみてください。じゃあちょっと早いですが、以上になります。ご清聴ありがとうございました。うん